皆さんこんにちは。前田京子事務所産業カウンセラーの前田京子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ですから、働きながら心と体の健康をどうやったら保つことができるのか、それは一般論ではなくて実践的な、取り組みの仕方、取り組み可能な生活習慣というところから、皆さんに心と体の元気をお話しさせていただきます。ですから皆さん健康でいらっしゃいますかって聞いた時に、どうだろうっていうことをぜひぜひご自身に問いかけながら聞いてみてください。はい、それではどんな状態においてもベストなコンディショニングで生活できるという生活習慣をご一緒させていただきます。その生活習慣のポイントは5つです。こちらです。ベストコンディションのための生活習慣、1つ目は自分を大切にするということです。ね、皆さん聞き慣れない言葉かもしれませんね。自分を大切にしていらっしゃいますか？私たちは人とコミュニケーションする前に自分で自分のことと関わっています。自分とコミュニケーションしてるんですね。例えば仕事に向かうときに遅れそうってなったときに、ダメじゃん自分って走っていくのと、頑張れあなたはできるわよ、きっとバカ力が出せるはずみたいな感じで自分にエールを送って走るのとでは、どっちがパフォーマンスがいいと思いますか？ね、という意味で自分を大切にするということから自分の人生の土台が始まっていきます。